こんにちは。今日はですね、財布のお話をしていこうと思うんですけれども、このね、財布に買い替えた時に何個か、過去使ったものを紹介したんですけれども、多分ね、これはまあほぼキャッシュレス型というか、あのお金をほとんど入れない状態で使うのが、僕は基本の、使い方として選んでおりますので、まだ参考になるっていう方がね、少なかったんじゃないかなと思ったのと、あと、過去の財布としてこう登場させたものの、詳細を知りたいという方もいらっしゃいましたので、今日は今使ってるタイプじゃない財布を、紹介していこうと思います。で、こう過去に使ったもので、全部じゃないんですけれども、手放さずに持ってるものが今ここに残ってるものになるんですけれども、僕は基本的にお札を2つに折って収納するタイプの財布を今まで使っております。なので、長財布派の方、お札を曲げたくない方はちょっとここにね、参考になるものがないと思いますので、この動画のね、対象からは外れてしまうんですけれども、まあ2つ折りぐらいで探されてる方のヒントになればいいかなと思っております。でですね、僕がこう財布を選ぶ上で、一番重要なことは、もちろんこう自分の使う用途に合ってるものっていうのが最低限大事なのは、皆さん一緒だと思うんですけれども、僕はこう接客業でこうお会計をするので、会計の時に、まあ、こんなに言ったらあれですけど、まあ、財布もやっぱ目が行くんですよ。こうどういう財布を使ってるとか、まあ、この時代ね、あんまり凝視するわけにはいかないですけど、まあ、こう目に入るわけですよ。でその時に、まあ、かっこいい支払いの仕方、一番こうスマートな支払いの仕方っていうのがすごくこう重要かなと思っています。会計にもたつくような財布の使い方は僕の中ではなしかなと思ってるのと、あと接客業をする上で、気になることで言えば、今流行りのミニウォレットね、ちっちゃくてコンパクトなね、財布がね、今多いんですけれども、まあお札が三つ折りになるわけですよ。お札を三つ折りにする場合っていうのは、こう開きのタイプの三つ折り型の財布であれば、開いてお札を入れてから財布ごと畳む場合と、例えば財布自体がちっちゃくてお札自体を三つ折りにして入れるパターンとあると思うんですけれども、お札を三つ折りにしてから入れるパターンは重なってないので、1枚1枚三つ折りになったものを出すお会計の仕方になるんですよ。それはとても時間がかかるのと、そもそも三つ折りのお札っていうのが僕の中ではお釣りとして、使えないので、全てそれはね、あの両替に出してからお返しするものを、用意してるんですけれども、ちょっとねその手間もあるんですよね。なので自分があの会計をする側の目線で見ると、僕の中では三つ折りはちょっと、まあ、選択から外れるかなっていうところですかね。まあ、もちろん今流行りですし、あの三つ折り自体がすごく悪いわけじゃないので、正直こうお会計の時にね、なんだよ三つ折りかよっていうわけじゃないんですけど、二つ折りのお札に比べるとちょっと手間もかかるし、それを言うなれば、もちろんピン札折ってない状態のね、長財布から出てくるお札の方が綺麗ですし、こちらからお釣りとしてお返しするお札としてはそちらの方が絶対いいんですけれども、まあ二つ折りに比べるとやっぱり三つ折りのものの方がイレギュラーなものになりますので、ちょっとね、そこは避けようかなと思っております。ここから、二つ折りの財布の紹介なんですけれども、二つ折りにも様々あって、いわゆる定番の、まあ、こう開きがあってお札を入れるポケットがあって、そこにお札を入れて、で内側にコインを入れるポケットがあってっていう形のものは、持っておりません。僕はね、一番初めというか、初めて高級なブランドの財布を買ったのがこのギャルソンの、ちっちゃい財布になります。中にね、小銭のポケットがついてるワンポケットのみのもので、あとはお札を折って入れて、で、まあ、このコインポケットが仕切りになってて、お札とカード
まあもちろんここにカード入れる方もいらっしゃいますし、使い方はまあそれぞれなんですけど、このもうコンパクトな財布、これを中学生の時に買ってすごくこう使い込みましたね。もうボロボロですけど、なんか思い出もあるし、すごく取ってて、中学生にしてはちょっとスマートなね財布を使ってたと思います。でね、この形が多分人生で買い替えた財布の中では一番多い形かなと思います。同じ形で言うと、このオフホワイトのものも似てるんですけど、少しね中は違ってて、仕切りがないんですよ。で、内側に、カードのポケットと外側にもカードのポケットがあるものになります。で、これのとほぼ同じ形で言うと、これの、マルチパターンの蛍光のパターンと、同じギャルソンでのパターンと、あとメゾンキツネのものと、あと一時期は他のブランドも持ってたと思うんですけど、今ちょっともう記憶がなくて、手元に残ってるものもこれとこのオフホワイトと、ギャルソンのものだけになります。どちらかというと財布は高級財布を使ってますみたいな感じのものよりは、割とこうチープな作りで、まあお金を雑に扱うっていうのは良くないんですけど、まあすごく丁寧に使ってる感じよりは、ちょっとね、雑な雰囲気でお会計してるラフな感じの方が僕の中ではかっこいいかなって思ってて、未だにちょっとそういうところもあるんですけど、なのでこういうちっちゃい財布から、まあ折りたたんだ財布が、折りたたんだお札がポンと出てくるぐらいの感じが未だにちょっとかっこいいかなとは思っております。 L 字パースの、ものがすごく好みで使ってて、学生時代を過ごしていって、で社会人になって、まあ、20歳なので、今から16年前ですね。今から16年前に初めて2つ折りの、このねマネークリップ、真ん中にお札を挟んで畳むもの、こういう形の財布を初めて使ってる人を見たんですよ。でその時にすごくかっこいいなと思って、それはどこに売ってるんだろうと思って、でその時のお客さんに聞けなかったんですけど、それを初めて知ってからすぐですね、1ヶ月後ぐらいに、社員旅行で韓国に行って、韓国の露店みたいなとこに、こういうねすごく薄い素材の悪い二つ折りのマネークリップの財布がいっぱいね並んでたんですよ。であるじゃんと思って、で見たけど、財布がすごい安っぽい合皮の、素材っぽいものだったりとか、デザイン的にちょっとかっこよくなかったりとか、せっかく見つけたのになーって思ってたら、その露店のお兄さんが、僕もこういう形使ってるよみたいな感じで出してくれたんですよ。それがね、ヒューゴボスの財布で、それが本物か偽物かわかんないんですよ。露店のお兄さんなので、偽物の確率なんか限りなく高いんですけど、でも革はすごい良くて、サイズとかデザインもすごくかっこよくて、シンプルなブラックで、そこのお兄さんにお願いだから売ってくれって言って、当時何千かでね、その使ってる財布を売ってもらいました。それぐらい欲しくて、当時まあお金もなかったですし、ハイブランドのもので探すっていう選択肢もなかったので、すごいねそれをね長く使ってた記憶があります。でね、その財布はねちょっと落としちゃって、途中でなくしちゃったんですけど、なんかその思い入れもあって、でそこからも、このねマネークリップタイプ、ちょっと物入ってますけどね、マネークリップタイプのものを使っております。これはねマルジェラのもので、一時期ねこのポイントのステッチが入ってる時期が小物にはねあって、その時期のものなんですけど、ここのねサイドのところは金属のパーツがついてて、表面に、コインのポケットがあって、で中に、クリアのカードケースとお札を留めるクリップがついてる、すごくシンプルですごく薄くて革のいいものになります。これはすごく長く使いました。デザインも気に入ってるし、この僕はとにかく薄さをすごく重要視するので、この革のね雰囲気、耐久性と、まあ、薄さ、そのバランスがすごくいいなと思ってる財布で、またね自分の中でのブームが来れば使おうかなと思っております。で、このマネークリップタイプのものも何個か、使って、
たまにこういうもう本当に仕切りのないポケットのみのワンポケットの、まあ財布というかこれはね、まあ小物入れみたいなものなんですけど、こういうものを財布として使ってる時期もありました。今はもう小物入れとして使ってるんですけど、なんかこう仕切りもなくカードも小銭も全部こう一つのポケットにざっと入れてる感じがね、なんかかっこいいかなと思ってた時期もあって、でそういうのを経て昔からね憧れてたこのクロムハーツのスナップの財布を何年前かちょっと忘れちゃったんですけど購入しました。これはあの日本のお札だと折らないと入らないです。なので長財布っていう感じの使い方はできないんですよ。二つ折りでもないけど二つに折らないとお札が入らないサイズでも、このサイズがすごくかっこよくて長財布じゃないしっていうところ、そこのデザインにすごくこう惹かれてて、まあ値段もするのでね、念願の購入だったんですけど、何年使いましたかね、これも1年2年ぐらい使って、でこれを使ってた時期は僕すごいこう細いパンツを履いてる時期だったので、まあ細いパンツにねお尻のポケットにこういうの入れるとすごいやっぱり曲がっちゃうんですよ。変な形がつくというか、ある程度ねゆとりのある501とか履かれる方だったらそこまでねピタピタにはならないとは思うんですけど、僕はまあスキニーまではいかないけどかなりスリムなデニムを履いてる時期があったので、そういう時にちょっとこう履いてると、まあこのねシルバーのデザインもちょっと飛び出てるし、今までやっぱり薄いものを使ってきたので、もう厚みと重さとが僕の中ではちょっとかっこよくて憧れではあったんですけど、やっぱりこう日々財布をね毎日使う上でちょっと使い勝手が良くないなと思ってしまって、結局また、マネークリップタイプのものを、使っておりました。ただこう財布としてのデザインはすごくこう今もねかっこいいって思ってるので、またねパンツのサイズが変わったりとか自分のこう気分が変わったり、またクロムハーツのブームが自分の中で来たりすれば、使用することがあるかなとは思ってるので、あの売ったりせずに、取っております。そういうのを経て今使ってるこのビトンのタイプの一つ前に使ってたものがこのプレブリックのマネークリップになります。これがですね、いわゆるこう今まで僕はこう過去気に入って使ってたこのマネークリップ、薄いマネークリップとこの L 字パースのドッキングしたものなんですよ。なので初めて雑誌で見かけたんですかねの時にもうこれだと思って、日本のブランドでちょっとね小さい規模でやられているブランドだとは思うんですけど、でもこの財布は、ホーウィンのコードバンを使ってるんですよ。なので素材も間違いないし、デザインも自分が思い描いてたこんなのあったらいいなの本当具現化というか、もう最低限のカードポケットとマネークリップとこの使い勝手のいい L 字パースがついてる。でこれは本当に自分の中で理想中の理想の財布です。やっぱりまあマネークリップはねお札を出し入れするのはすごく早いんですけど、どうしてもねコインポケットも薄く作ってあったりして出し入れが難しかったりとか、コインが入るスペースがなかったりするんですけど、まあこのね大口の L 字パースでまあ使い勝手も良かったし、デザインも革の質感もすごく良くて、値段は少々します。やっぱコード版なんでこれで、5万円ぐらいだったと思います。カーフだったかな、もう一個革が違うものであれば4万円台で、黒子だと10万ぐらい、3種類レザーがあったと思うんですけれども、それの僕は、コード版を選びました。財布の紹介してくださいっていうコメントをいただいた方は多分これが見たかったんだと思うんですよ。クロムハーツとかはね多分やってる方も多いし、まあ知ってる人も多いしっていうところだったと思うんですけど、このプレブリックのマネークリップは本当にこう予算間に合うんであれば本当におすすめです。もうデザインも使い勝手も本当に良くて財布としてはすごく優秀だと思います。ただ前の動画でも少し話したんですけど、僕は基本的にこうパンツのポケットに入れて使用するためにこう薄い財布を求めてるんですけれども、
このコバの処理が最初はすごくこう綺麗に仕上げてるなと思ってたんですけど、結構ね1年も経たないうちにここはねもろもろっと剥がれてきてまして、そこだけですかね。そこだけっていうわけにもいかないのかもしれないですけど、そこだけちょっとね、ちょっと購入迷う時の懸念材料というかにしていただいてもいいのかなと思います。革とか製法はもう間違いないです。しっかり作ってあるし、レザーの質ももう本当におすすめですけど、ちょっとここのね小刃の処理のまあ使ってるものなのかやり方なのか、ちょっと僕はそこまではわからないですけど、少し甘いかなと思います。そこはやっぱりね、大手老舗のレザーのメーカーとはちょっと違うのかなとは思います。ただそういうこと気にしないし経年変化楽しむんだっていう方には、とてもおすすめの財布になっております。本当に使い勝手も良くてね、このコード版の雰囲気もすごい良くて、ここからどんどん味を出していこうかなと思ってたんですけど、でもなんとなくこれを使っていって全く文句はなかったです。これに本当にこうやっぱりそのベストって思ってた感覚は変わらないんですけれども、ほとんどお会計でお札だったり小銭だったりを使うことがなくなったんですよね。で、証拠に今財布のレビューをしようと思ってるのに、今使ってる財布にはお金が全く入ってなかったんですよ。お札が1枚も入ってなくて、いつから入ってないんだろうと思うんですけれども、ちょっと代わりに今ね、この説明書みたいなのをちょっと入れてますけど、まあ、ここにお札を入れておいて、で、使ってもらった小銭にはもうポケット入れて、家帰ってからもうじゃらんと一つまとめて入れてるような状態なので、小銭で、お会計をすることはもうなくなりました。で、お札を払うこともほぼ普段の日常の生活で自分が行く範囲のお店ではほとんどないです。これを使ってて文句はないけど、使い勝手が良くて、持ってた財布なので、もう究極ここの L 字パースが気に入ってたのに、 L 字パースすらコインポケットすらいらなくなってしまったので、僕はこのカードメインの、カードケースとして売ってるものを財布として使うようになりました。もう財布の選び方なんていうのはもうそれぞれの用途があって、それぞれの環境によって全然違うと思うし、それこそ僕が最初に話したお札に対しての考え方とかも、人それぞれだと思います。お札なんかね折らずに入れる方がっていう方もいらっしゃいますし、だからそこはもうお好みで、何が合ってて何が間違ってて、何がかっこよくて何がかっこ悪いっていうのはないと思うんですけど、まあなるべく無駄は省いた方がいいと思います。例えばもう財布パンパンにカードが入ってるとか、そういうのはやっぱり見栄えが悪いですし、なんかこうケチくさいイメージもつきますし、皆さんもこう財布とか選ぶときに自分がお支払いするっていう方向で考えるとは思うんですけど、逆に自分が何かの店員さんだって自分がお会計をする側の時に、どういう財布の出し方、どういう財布が出てきてどういう支払いをした時にかっこよく見えるんだろうっていう考え方を一度してみると、またねちょっと変わるんじゃないかなとは思っております。なのでこれはあくまで一例ですし、これがかっこいいんだよ、これがかっこ悪いんだよっていうわけではないんですけど、僕はやっぱりこうお会計をしてお支払いをするときにかっこいいなって思うものを真似してきたので、ね、そういうものを選ぶ順番の考え方を一度真反対から考えてあげて、そういう視点から選んであげるのもいいんじゃないかなと思います。僕みたいにもうカードともう実際の現金で支払うことがほぼなくなったなっていう方は、こういうフラグメントケースみたいなものから選ぶのも一つだと思いますし、まだまだ現金使うっていう方は自分の使う用途に合ったもので一番こうシンプルなものを選んであげるのがいいかなと思います。なのでこういうものを選ぶときは、まあ極力その自分の財布の中の整理っていうのもしっかりした上で、考えるのがいいんじゃないかなと思います。やっぱりこう必要なものを、選べないと、今財布に入っているものを全部移し替えたいってなった時にもう絶対大きい財布になってきてしまうし、無駄なものも入れるようになってしまうと思うので、今こういろんなねポイントカードとかそういうものもアプリに変わっていったりとか、実際の現物のカードでもらうことっていうのもほとんどなくなってきましたので、そういうものももう一度、カードからアプリに変えたりとか、
なるべく整理した上で最低限のものだけで収まる財布のサイズを選ぶのがいいんじゃないかなと思います。今日は財布の話でしたけども、僕が使ってたものを紹介しているので、すごく偏った紹介の仕方にはなったとは思うんですけれども、皆さんがこう財布選ぶ上で何を、ね、大事にして、どこを中心に考えるかっていうところ、そこの柱を決めて選んでいけば、あとはもう好きなブランドだったりとか好きな革だったりとかカラーだったり、形だったり選び方、財布の種類もものすごくたくさんあると思うので、なんかね、もうそこは個性を出してもいいと思いますので、気に入る財布を使うっていうのはすごくテンションが上がることですので、最後は自分のセンスを信じて購入していただくのがいいと思います。またまあ僕も、ね、気分が変わって財布入れ替えたりすることもありますので、そういうことがあった時とかはまた動画にしようと思っておりますので、その時はまたご覧になってください。今日もありがとうございました。オーディオジャングル。